産業技術総合研究所フェロー、横浜国立大学名誉教授でいらっしゃいます、中西純子さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。皆さんこんにちは。男女共同参画は人工物科学を変えられるかっていう、人工物科学非常に広いので、私のようにちょっと横っちょの方をやってる人間が答えが出せるとも思えないんですが、私が考えるときに男女共同参画っていうのの中 の役割というのは、マイノリティの中のマジョリティとしての役割を果たそうという、そういうふうに私自身は考えているということです。ちょっと時間がないので最初の2つ3個飛ばしますが、少し個人史的なことを考えながら、自分がやってきたこととそのいろいろなポジションプロモーションのことについてお話をしたいと思います。ただ時代が全く違いますので、ロールモデルみたいな意味は非常に少ないと思います。それから私が非常に長く助手でなかなかプロモーションされなかった基本的な理由は思想的な問題であって女性の問題ではなかったと思いますから、そういう意味ではちょっと違うんですけれども、基本的には似た問題があるかなと思ってお話をしたいと思います。で、上野千鶴子さんが私について書いてるんです。女性理系女性研究者がサバイバルするための3つの法則、1ニッチ戦略、2個人プレーができる大規模な予算はいらないよと、3男性と競合しない分野、男性の地位を脅かさない男性のパワーゲームに参入しない、まさにこの通りなんですけど、これはかつてっていうか私たちの時代の話であって、皆さんのようにもうだいぶ恵まれてきてる人はこういうのを必ずしも狙わなくてもいいんじゃないかというふうに思います。で、個人史 その最初のところは、工学部で触媒科学を研究してたんですけれども、就職口がない、それで東大生は誰も行かない汚いものを扱う、下水だとか汚物だとか廃棄物だとかを扱えるところは空いてたので、そこは土木工学の一つだったんだけど行ったと。でここでもいいと、とにかく職が欲しい、何でもやるぞみたいな、そういうことで都市工学科の助手になって20何年助手をずっと続けてたということになります。で当時は環境科学っていう名前もなく衛生工学という名前だったんですけど、非常に日の当たらない場所で誰も来ないみたいなところだったんで、そういう場所だから私のようなものとか、女がこうみんなが行ってたわけですね。でそれでくるくると変わると、でしかし、その私に与えられたその場所だったんですけれども、後で考えるとそういう日の当たらない場所っていうのはどういうのことかなというと、現状の社会に批判を含んでいるっていう面がある。で次の社会の目を含んで、これ場合もあるって意味ですけどね。でそれで所詮マイナーな問題で小さな問題だよという、そういう特色があったと思うんですが、それを一生懸命やっているうちにだんだん世の中が変わってきたと。で環境問題というのは、常に外部不経済問題をどう内部化するかという課題である。どういうことかっていうと、今まで外にポンと捨ててた煙どんどん出してた、みんなタダで出せてた、しかしそれはもうダメだよと、それ全部工場の中できっちりやりなさい、外部の不経済をきっちり内部化してやりなさい、こういう問題であると。つまり外側からの圧力で自分たちがこう技術を変えていかなきゃならないという課題だと。逆に言うと、そういう外側の問題意識をいかに内部化するかっていうのが環境科学だったので、私のように外にいた人間がこう中に入ってくると、その問題意識は非常に新鮮で、そこの中の人たちが持たないような、意見をどん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 、だからこそ嫌われるんですけど、嫌われてもそれは非常に貴重な意見だったということは言えると思います。で、環境科学はでもだんだん公害問題からこういう地球温暖化とかそういう気候変動とかそういう問題になっていくと同時に、そういう、内部化していくっていうのも完全に今度は技術の一つの、パーツになっていくわけですね。温暖化なんか完全にそうで、今まで、公害対策とか公害とかなんかに対してはもう非常に否定的だった反公害だった先生方が、どんどん環境環境みたいになって、そういうものをもう産業化していくという、そういう時代に、なっていくわけです。でその時に、後始末ではなくて経済の本流に、環境科学がなっていく。
エネルギー問題とリンクしなければほとんど意味がない。今の環境問題はまさにそうですね。エネルギーと関係ないところでいくら言ったってもうしょうがないよという状態です。その時に批判勢力として残るか、あるいはその新しいそういうものを入れた担い手として加わるかっていうのは、外から来た人間の一つの何ていうか選択、重要な選択肢になると思います。どちらかっていうと、この、こちらの批判勢力として残るっていう人が助手、女性なんかの助手なんかで入った人たち実は多いです。ずっと批判勢力、また批判勢力になっていくという、そういうもので、批判だけでない別の価値観を作って、日常生活と経済生活との統合を考えたいというふうな視点を私は目指しました。そちらを目指した。ここは一つの分かれ目であったというふうに思っております。それで、例えば我々が直面している問題は地球温暖化と原子力とか、そういう非常に矛盾した問題をどう扱うかということが重要で、片っぽだけ反対してみても、何の意味もないということははっきりしてますね。それをどうやって調整するのかっていうところが非常に重要だと、そういう学問を志そうというふうに考えて、自分自身は環境リスクという新しい考え方を提案していったんですね。それは2つのいい目的がぶつかる。温暖化をやめるっていうのもいいことだし、原子力をやめるっていうのもいいことだし、そういうものをどうしたらじゃあいいのかというようなことを、2つをどう調整するのかということを定量的に評価する方法を取りたい。ここが一つの私は分かれ目になるところだと思います。で、女性がどちらかというと常に批判勢力というところにこう流れていくというところについては、若干物足りないなというふうに考えているところです。で、こういう形で評価ツールを作ろうと、私なりのリスク論というものを作っていったということですね。それで、ちょっとこういう絵を描いてみたんですが、もともとこういうふうに非常に調和の取れた工学という技術がある。で、ここに批判者がいていろいろ批判をします。で、こういうものの批判の意見を取り入れて環境科学っていうものが新しくこういうふうになります。で、これがどん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 こういうどんどん取り入れてこういうふうにいくのはイノベーションなんですけども、日本の場合にはどちらかというともう一回ここで丸くなってしまって、それはすごく調和が取れて、しかしこの批判した人っていうのがここに入るっていうことがないんですよ。批判した人いつまでも外にいるという、例えば今でもずっと原発に反対した人は今でも外にいますよね。そういうふうに変わらないんですね。で、環境科学の内容は変わってるんです。色が変わってるのを見ていて、ただ卵型になっちゃう、いつの間にか卵型になっちゃう。で、人は変わらないと。で、科学や技術の進展に貢献しても、外側の人が入れない、女や外国人は入れない。で、なぜなのっていうのはもう採用とかプロモーションとか研究費の配分システムがおかしいとしか言いようがないですね。午前中に公募がどうのこうのって誰か説明した、公募がおかしいっていうのはもう自明ですよね。でも どなたか説明されたことはあられるのか、問題があるかもしれないし分かんないみたいなことを説明されてましたよね。あんなの欺瞞ですよね。どうもすみません、つい私言い過ぎる。それで、私はそれでですね、助手の時代が非常に長く続いて、23年間助手だったんですが、ちょっとその最後の方に長女がちょうど大学に入った時に、今まで一度も外国行ったことないです。娘がいるし行かれないと思って、で初めてアメリカ行きました。1年1ヶ月行ってこようと思って、行ったんですね。娘が下宿するからと思って、そしてしたら米国行ったらすぐですね、日本の女性の地位について発表してくださいって言われたんですよ。ミシガン州立大学、何も知らないんですよ。で、慌てて日本からこんなにたくさん資料を取り寄せて調べたら、こんなに教授って少ないのみたいな、びっくりした。で、そこで話をして、アメリカとこんなに違うみたいな話をしたら、向こうの教授が違う、それは認識が違うって言われてね、ミシガン州立大学も10年前までは女はものすごく少なかった、で、それは戦いによって勝ち取ったんですよということを言った。それでその一番最初にやった人がマクミーキンという教授である、その人に会いなさいって言ったんですね。で、その後マクミーキンが裁判をしてて、あと次々と裁判がこう起きていくんですね。
でその後から裁判に参加した人はものすごく明るいんですが、マクメイキンだけはもうひねくれたようになってて、教室会議にも出ないしっていう、もう自分はダメだ、信用できない、他の人一切信用できない、もう自分の家族しか信用できない、こんなに痛めつけられてっていうふうに、私が行った時も、あなたは何を言ってるんですかと、そんなこと日本がどうのっていうことを言うよりも自分が戦いなさい、自分が裁判を起こしなさい、それしか言わないですよ、それ以外のことを言う必要なしって、こういうふうに3回ぐらい言ったけど、3回ともそうだ、それで追い返される、それで日本に帰ってきました。それで裁判をしようと思いましたね。それで裁判の準備を後藤さん、吉田さん、千原先生、この3人の弁護士の方にお願いして裁判の準備に入りました。でそれが聞こえたかどうかは分かりませんけれども、その年の秋に環境安全研究センターの助教授にその都市工学科が推薦するって、まあ、都市工学科が推薦するって大したことないんですよ、他からもどんどん推薦があるんでどうってことない。でその時に初めて知ったんですけれども、競争相手は同じ学年ので工学部で同じ学科でドクター取った人だったんですよ。え、彼女みたいに優秀だと思ってた人もまだ助手だったのというぐらいで、ビッグ2人で争ったんですね。で私が残ったということになります。実に気持ちの悪いあれでした。それで、まあ、その後助教授教授となって、それでまあ途中で横浜国大の方に移ります。でこれでですね、一挙に大きなプロジェクトができる立場になりまして、そしてまあ産総研っていうところで化学物質リスク管理研究センター長っていうことになって、まあ、ほぼ10年ですが、7年プラス3年10年思いっきり仕事ができた。でこの大きな仕事ができた理由はあれですね、人事権があったから。要するに私がやろうとするアイデアを、まあ、研究員の人たちにとっては受け入れられないんですよ、新しいから。だけれどもともかくやれということで強引にやっていくっていうのはちょっとやそっとの力じゃできないですね。やっぱり25人の研究員、まあ働いてる人、他にアシスタントも含めれば100人近い、まあ、そういう人たちをこう動かしていくっていうのはやはり相当な権力がなきゃダメなんだなというふうに思います。ただ、まあ、非常に大きな仕事をすることができたというふうに思っています。で私は そういうので、まあ、そのポジションというのは非常に良かったというふうに思っています。で私の立場をさらに強くしたのは賞をもらえたっていうことですね。これは非常に多い。それでこれは賞っていうのは、例えば私は環境科学にいましたが、環境科学会が推薦したか、いえ違います。水環境学会が推薦したか、いえ違います。誰が推薦したか分かんない。要するに他の分野の多くの先生方が推薦してるんですよね。でそういうふうに外からの応援っていうのはすごく重要なんで、女の人にとって賞っていうのはやっぱりすごく重要だと思うし、他分野からの支持っていうのも重要で、他分野からの支持を得るためには、私はいつも言ってるんです、みんなに。縦書きの文章じゃなきゃダメだよと。横書きの文章を書いてるうちは支持されない、支持され、要するに広まらないんですよ。その狭い社会しか広まらない。もう読まれる、私の書く本が売れるのと上野さん書く本売れるの桁が違うじゃないですか。やっぱり縦書きの本っていうのすごい強いですね。だから私は若い人たちにともかく縦書きのものを頼まれたら、コラムであれエッセイであれ何でもいいから引き受けろと、まあ、いうふうに、まあ、言ってるんですよね。でだってそうやってやっぱりその外側の支援があるってことがすごく重要だなと思いました。で、まあ、これからの女性はどういうことができるかっていうことで、まあ、これからの時代の女性っていうのは相当私はだから日の当たらない分野でどうやってやってくるかっていうことをやってきたわけですが、まあ、日の当たる分野で成功できる可能性非常に大きくなってると思います。これだけ教授何パーセントにしなきゃいけないとかいろいろありますから。で、だから女性だから特別のことができるかどうかは分からないけれども、働き方が違うっていうことは絶対にあると思うんですよ。で、その働き方が違うということによってできてくるものが違う、そこを大事にした方がいいなというふうに思うんです。例えば今までの工学っていうのはほとんど実験の偏重
ですね、実験して大きな施設を持って、そこで何かを成果を上げる、でもこれって絶対無理なんですよ。女にとってみると少なくとも10年ぐらいは無理ですよね、子供とかなんか。でそうするとやはり家にいるとか短い時間でできるとか、まあ、そういうような、そういうところをやるには例えば水系学だとか設計だとか構造学とか、あるいは評価学ですね、そういうものは家でもできる、時間がブツブツ切れていてもできる、でしかもそれはすごく日本にとって弱い分野なの。そういうところをやはりこう女の人は働き方から言って、そこは女が得意だと、その女の働き方にすごく向いてるよっていう意識を持って、国も本人たちもそこをうんと頑張るっていうのは一つの生き方じゃないのかなというふうに私は思っています。で、まあ、女性の参加で運営面での変化は期待できると思うんですね。例えば透明性が増す、多様な働き方を認める、新しい評価基準ができる、こういうのはもう指導層に女の人が入っていけばどんどん変わっていくと思う。ただここで私は思うのに、女性だけが優遇されるような基準とかルールじゃなくって、でやっぱりこう普遍的に見て倫理性のあるものであってほしいと思うんです。でそれはそのマイノリティの中のマジョリティとしての役割だと思ってるんですよね。ここだけが得意になるっていうんじゃなく、そのマイノリティっていっぱいいるわけですから、いろんな意味のそういう人たちにとって、みんなにとって有利なような、そういう提案をどうやってしていくかってことが、まあ非常に大きいと思う。で、まあ、いくつかの例をと、まあ、勤務時間の自由度は認めるけど、給与はやはり成果基準なのか労働時間基準なのか、そういうところはある程度はっきりしていくと。それから再チャレンジの可能性って、これは安倍内閣の最初のスローガンだったんですけども、まあ、そういうのも非常に大きいと思う。私はこれからこの年齢制限の緩和ってことを非常に強く言ってるんですね。でことに今博士課程は順調にいっても27歳で終了なんです。でこれが厳しすぎると思って、25歳で少なくともドクター取れるようにしてほしいと。でだからもう小学校5年で OK というようなね、そこのところをもう短くして、大学院5年じゃなくて4年でいいと。小学校長すぎる、大学院もドクターコースも長すぎる、でここを2歳カットしてもらうと女の人すごく楽になる。25歳でドクター出て、まあ、結婚したり何とかするの30までにつったって 4,5 年ありますからね、相当そこで成果出せますよね。ですからここのところ本気に考えてほしいなと。で日本が特に長いんですよ、そこが。ですからぜひそれをしてほしい。もう一つは、まあ、研究至上主義をなくす。これちょっと上野さんの書いた文章にイチャモンつけたんですけども、やっぱりなんか何だったっけ、なんとか真理の保守者とか書いて、こんな大げさなこと書くのもっと仕事だよと、こういう仕事だよというセンスが欲しいなと。いうふうに思います。そして皆さんはちょっとマイナスと思うかもしれませんけど、階層があった方がいい、階層があった方がいい。なぜならば女の人はなかなかいきなりこの教授になるテニアのポストにパッと入るか、なかなか取る方も取れないでしょう。とか割合下の階層みたいのがあれば、そこで入って頑張ってれば上行けるという、そういう階層っていうのはすごくおかし差別だという考え方あるけれども、やっぱり階層があるっていうのは実は上上がる、上がりやすいチャンス見てもらえる、まあ、そういうことがあると思う。それから女性の地位を全体に向上するというよりは、まあ、有能な女性の発掘支援プロモーション、そこのところにまあ重きを置く方がいいなというふうに思っています。で短期的には女性の高い地位への登用についての目標値はあってもいいと思います。あと、まあ、実践の制度が必要だというふうに思う。能力を試すチャンス、これはさっき その少し段階があった方がいいという、まあ、そういう考え方ですね。あと女の人がプロジェクトのマネージャーになれるというところを見せたいと私は思う。で私は自分が初めてそのプロジェクトのマネージャーになって、いかにこういう能力があるかっていうのが分かったんですよ。それまで考えてもいない、ただ研究としてこのぐらいという、そういうものだったですね。だけど何億っていうお金を任されて何十人の人をやってみて、
いやみんなが指導力ありますね、指導力、あそうなんだみたいなね。だから女っていうのはやっぱりその能力が開発されてないんですよ。あ自分も知ってない。だからそういうようなそのものがでプロジェクトの責任者っていうのをあのぜひそのやってみて、皆さんがその力を見せてほしいと思います。でプロジェクトに女性枠を作る、まあ、これもあると思うんですけれども、この年齢制限のことはまあ差しあのあれですけれどもでした。まあ、こういうようなことをまあぜひやっていただきたいと思います。それでこれは先ほどのあれなんですけれども、まあ、このこういうものでなるべくこのイノベーションでこういうふうなところに持っていくように、皆さんもいつまでもこうならないでここに入るぞという、そういう覚悟を持って、なんか批判勢力であればいいという女らしいなんとなく考え方を、まあ、から脱却するというか、そういうのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思ってます。で大学研究所における採用人事制度の改革は必須だと思って、で細かな分野ごとの採用をやめるとか、採用委員会を大学の外に置く、まあ大学外に全部大学の外に置くって意味じゃないんですが、これやっぱりこの細く狭いところで前の主任教授が一定どうのこうのとか、そんなことやってたんじゃどうしようもないということですよね。ただ一つあの、まあ、女の人の再チャレンジとかなんとかっていうことになると、誰かは辞めなきゃいけないですよね、入っていくためには。ということは辞めさせるって制度が必要だってことですよ。そこは我々はどうしてもきれい事を言うけど、実際には終身雇用制度っていうのは障害になってるんじゃないのと。その女の人たちがもう一回戻ってきたり、能力に応じて認めてもらうというところ、そのあたりももう少し、まあ、議論してもらった方がいいんじゃないのかなと。きれい事だけじゃなく、女を増やせとか、 女が子育てが終わったら入れというような、まあ、そういうことだけでは終わらない問題があるので、ぜひともそこのところはまあ考えてほしいというふうにまあ思っています。それからもちろんだから、そのいろんな制度は先ほども言ったように外国人も適用されるべきなので、その人たちにとってもいい制度であってほしいというふうにも。でこれでもう最後なんですけれども、まあ、仕事を続ける上での社会的な問題の改善で子育ての環境ってこれすごく大きいと思います。ただ保育園の問題もありますが、今のお母さんたちの様子を見ていると、幼児教育っていうもののプレッシャーっていうのはすごく大きい。だから前だったら、まあ、2歳まで保育園に預けてじゃないや、自分で育てて後で職場に戻りますよって、ね、今はですね6歳までっていう感じになっちゃうんですよ。その間に教育をする、せっせとお母さんが教育する子どもとから保育園でそういうまあ自由に遊んでる子の違いっていうのが相当出てきて、まあ、それはその方がいいんだって説もありますよ。その方がいいんだってことになればそれはそうなんですが、やっぱ幼児教育の重要性とかいうのがある種の商業主義だと思うもあると思うんですよね。塾なんかが子どもが少なくなるからどんどん幼児教育の側に入ってくる、そういう問題もあると思うんですが、ただ幼児教育っていうものがそうなんだってことであればすごく、まあ、楽なんですけれども、幼児教育やっぱりやっとかなきゃいけないよということになると、自分自身が学歴の高いような感じのお母さんたちは相当気になるんじゃないでしょう。で幼児教育をちゃんとやろうと思うと親が全部ついて回らなきゃいけないというような状況があるんですよ。それで子供が6歳になる、2人もいたら10年ですよ。もう絶対に仕事に戻れない。ですからそういう意味ではここのところはもうちょっと理論的に進めてほしいなというふうに思います。よく考えて、あるいは保育園っていうのをもうちょっと教育をするようなところにするかですね、あるいはもう幼児教育ってそんなの無駄なんだよということになるのか、その辺は一度考えよう。親の介護って先ほど桃井先生もおっしゃってましたが、親の介護っていうのが、まあ、一つの大きな課題だと思います。私はアメリカから帰ってきたのは50歳なんですが、その時母が認知症になりました。75歳。でここからですね、もし私が母の介護に全面的に力を取られていたら今のような研究成果なかったと、ここから後が私の仕事になりました。でも妹とか妹の亭主とかうちの亭主とかも積極的にやってくれたので、なんとかこれを乗り切ることができました。でそのことも重要な問題だと思います。で篠田節子さんの長女たちという小説があります。
これは女、長女にどのぐらいその母親の介護っていうのがのしかかってくるかという、まあ、小説です。一度、まあ、読んでいただいて、今後私たちがその、まあ、なんて私たちは、まあ、私は住んでるんですが、その皆さんが多分これから出会うだろうこのことについて、やっぱりきちっとした設計図を立てておくことが重要かなというふうに、社会的な仕組みができるまでは点々点で書きましたが、ここ書こうかと思ったら書かなかった。ある程度お金で解決するという決心が必要です。それからもう自分の老後、これどうしますか、まあ、これはいいですよね。私でご清聴ありがとうございました。